ラリーマイズ・ローレンス・ホーワン・ラリーマイズは、アメリカ合衆国ジョージア州オーガスタ出身のプロゴルファー。主にアメリカのゴルフツアーを中心に活躍している。28歳で迎えた1987年の第51回マスターズトーナメントで、最終日の4月12日、72ホールのプレーを終えて285打の3アンダーパーで、グレグ・ノーマンやセベ・バレステロスと、首位タイに並び、 プレーオフの末、優勝したことで有名となった。プレーオフ1ホール目の10番ホールで、バレステロスが1.5メートルのパーパットを外し、3パットのボギーで脱落、マイズとノーマンの一気打ちとなり、アーメンコーナーの最初の11番ホールへ、第2打は両者ともいてやクリークを避けて、グリーンの右から攻めた。ノーマンは第2打で、 カップの真横16ヤードのグリーン右のエッジに運んで、ニョン対するマイズは、第2打を右に大きく外して、グリーン右のラフに捕まり、グリーンまで約20ヤード、カップまで約40ヤードを残したが、この位置はグリーンまでは打ち上げで、高速グリーン上は、複雑なアンジュレーションかつ、急勾配で池に向かう下りで、パーセーブするのも、困難と予測され、この時点で誰もが、 ノーマンの優勝を確信した。ところが、マイズがサンドウェッジで第3打のアーメンショットを攻撃的にしっかり打つと、ボールはグリーン手前で2バウンドした後、グリーン上をスルスルとフックラインで転がり、真ん中からピンに当たってカップインするという奇跡のチップインバーディーとなったのに、対し、ノーマンは3打目のバーディーパットを外して、マイズがツアー2勝目をマスターズで上げた。 マイズは地元オーガスタ出身で10代の前半に3番ホールのリーダーボード係のボランティア経験があり、優勝後子供の時の大きな夢が今日本当になった。夢は叶うとコメントした。前年劇的な復活優勝を果たしたジャックニクラスは、この勝利で君は今後の人生の多くの扉を開けていくだろうとマイズを祝福し、 マイズはニクラスがグリーンジャケットを着せた最後の人物となった。PGA ツアーでは通算4勝。また、日本のゴルフツアーに招待され何度か出場した。中でも1988年のカシオワールドオープンゴルフトーナメントで優勝し、ダンロップフェニックストーナメントでは1989年と1990年に大会史上初の2年連続優勝を達成した。 ありがとうございます。